はうちの美智子は突然家出しました。するとつまり一方では厳重に戸締まりされていて抜け出す道はないが、一方では家出なすった証拠が全部揃ってるってわけですね。それからこの事件には妙な不具者が関係しているように思われます。そこの永遠寺さんね、お嬢さんの他にどんな人が住んでますか？誘惑ですって。吹き矢は陰であんたのことを大嫌いだって言ってるの知らないの？これはお嬢さんのでしょうね。美智子は誘拐よりもっと恐ろしいこと。奥様、こんな小包が参りました。到来もんかと思って開けてみました。吹き矢ははじめ駒遣いの小松と恋愛関係にあった。それが近頃はお嬢さんと愛し合うようになってきた。つまり三角関係にあったわけですね。探偵などにはわしは絶対に会わん。追い返せ。確かにここに入るところ見たんですか？犬にも見なしたんじゃないかな。もし来られの場合は山の家壊滅のための最後の手段を。奥様は黒目屋根の男に。どんなことがあったってあなたは私のものだ。逃げればあなたも皆破滅だからね。山の夫人が、ついに一寸法師の巣のからくりが分かったんだ。と言いますと？